たのユニコーン。また入ってきた。素敵な帽子。でも帽子はユニコーンじゃないです、きっと。まさこさんの帽子。でも素敵ですよね、これも。ユニコーンのパンダさん。これは孫の、孫のために買いました。言い訳。言い訳。どっちの、誰のために買ったのかなって感じですけど。あ、まだスピーカービューですって。で、今これはどうですか？ギャラリービューにしたんですけど。パンダユニコーンです。両方素敵です。こういうやつです。アメリカは結構こういうね、パーティー用の帽子をたくさん売ってるんですよね。そうですよね。毎、ニューイヤーのとに近づくと、T シャツとか、パーティー用の帽子とか、いろんなものが売ってて、みんなたくさん買って、花火も解禁になっているので、たくさん花火が明日なると思います。そうですね。ありがとう。突然のライブなんですけれども、皆さんに、年末年始のご挨拶をしたくて、急遽ライブを始めました。2018年、本当に最後までいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。たくさん素晴らしい人々、仲間たち、本当に私たちのソウルグループです。ソウルグループのみんなとこうやって縁があって、一番大切な時、一番大切な地球の、そして私たちのソウルたちにとって大切な時に、こうやって皆様と結ばれた、皆様とつながることができたことを心から本当に感謝して、祝福として、これからもずっと大切にしていきたいと思います。2019年、もう日本はあと何時間ですか？あと10時間ぐらいですよね。こうして時差があってもね、つながってるってすごくありません？素晴らしいですね。まさこさんがこの前言ってくださったように、未来にいるみんなとつながっている。ね、未来のあなたとつながっております。そうですね、10時間後ぐらいですね。もう2019年は素晴らしい年ですよ。あなたにとって本当に、いろんなシンクルが起きて、ミラクルを体験できる一年になります。そして、今年、去年、このビデオをご覧になってくださっている方には去年になります。2018年は目まぐるしいいろんなことがあったと感じられると思いますが、今年もスローダウンはしません。もっともっと目まぐるしく、もっともっとスピーディーに、いろんなことがあなたの人生の中に、あなたの意識の変化として、地球の変化として見られると思います。毎月のように、毎日のように。でも、その変化は、素晴らしい世界へ移行していくための、移行していっているための変化です。10時間。コードもたくさん見るようになっています。私たちも感謝しています。本当に感謝しています。みんな、大晦日は何をやっているんですか？毎年恒例の神社にこうやって新年のお祈り行ったりするんでしょうか？初詣に行ったりするんですか？あと12月31日はね、除夜の鐘を打ちに行く方もいらっしゃいますよね。いいですね。本当にそういうのいいなと思います。ね、日本っていいですよね。そういう日本の行事って素晴らしいですよね。本当に素晴らしいと思います。本当に素晴らしいと思う。日本のみんなのオープンマインド、オープンハート、本当に素晴らしいと思います。いろんなお祭り、世界各国のいろいろな風習、しきたりなども取り入れたりして、一緒に祝う、一緒にみんなで集う、楽しむっていうことは素晴らしいことだと思います。クリスマスも含めて。そうですね。
あ、オーストラリアの方が。あ、わあ、すごい。夏？ヒロさん。うん。へえ、すごい。夏なのでプールに入ります。すごい。夏なんだ、オーストラリアは。面白い世界で本当にいろんなところがね、いろん同じ超えて同じタイムラインの中にいるような感じがしても全然違うんですよね。季節も違えば、そうですよね、時間も違って昼と夜も違って、うんうん、そう、ホールシフトがね今起こっているって言われてますけどね、本当今日あの全く地球の軸が変わっていってしまっていて、すごいことですよね。これからもどんな変化が起こっていくか、うん、楽しみで仕方がない、うん、それを恐れさせようと思って、それを怖いことのように地球が終わってしまうのではないかというような恐れのニュースに持っていっている一部の人たちもいますが、でも本当にそういう地球の軸が変わっていったり、 いろんなことが明らかになっていったり、変化されて、変化になっていったり、今お友達が来ていて、株価が信じられないぐらい今最悪な、状態になっているということで、そのお友達は2018年の12月で落ち込んで落ち込んで、もうこれ以上生きていきたくないぐらい、その株をやっているお友達で株価が下がって落ち込んだというお話を先ほど聞いていたばかりですが、株価が落ちた社会のいろんなことが変わっていっているのも、ちゃんとアセンションに沿っていっているから、必要なシフトのために起こっていっていることですよね。そうですね、うん、お正月が夏って素晴らしい、本当に素晴らしいですね、うんうん、お参りを開けてから行きます。感慨深い1年でしたね、2018年もね、うん、本当にそうでしたね、いろんな浄化が起きましたので、肉体的にも、うん、ETR で本当にさらに浄化が起きて、うん、12月はね、特に12月11月もそうかもしれないけども、この2018年の後半はたくさんの浄化リリースが行われていて、今もまだその中にあるという方がいると思いますが、今年2019年にはたくさんのもっと意識をシフトするようにして、希望に、不安を希望に変える、で心配を信頼に変えるようにみんなでしていくことができるので、そうですね、うん、あなたが創造主です。本当にあなたの世界は素晴らしい世界をあなた自身が作っているので、自分をご自分を信頼して、そしてこの宇宙を信頼して、一緒に2019年も歩んでいきましょう。必ず今年は、うん、一人一人にとってこのメッセージを今聞いているあなたにとって、今年は素晴らしいことが今までに信じ、こんなことが、こんなに嬉しいことが、こんなに喜べることを経験することをなんて期待していなかったって思えることが今年必ず訪れると思います。期待していれば、信じていればです。自分にその素晴らしいことが起こる価値があると、ちゃんと自分自身にそれを与えてあげられる、ハートを開いて受け取るに値する、愛でもプロスペリティ、アバンダンスでも、どんな成功サクセスでも、私にはそれを受け取る資格がある、愛されるに
値している。最高のものを受け取るために、今まで諦めないで頑張ってきたんだと、自分であなたがそれを許すことができるのであれば、ここではっきりと雅子さんと私がお約束します。今年2019年はあなたにとって最善の時に最高な喜び、ハピネス、アチーブメント、サプライズが、ミラクルが訪れます。それがいつかは一人一人違っていると思います。そしてその日が、その時が、そのタイムラインがやってくるまで、あなたがそのタイムラインにアクセスするまで、これからもまだ浄化が、ヒーリングが、シフトが、トランスフォーメーション、トランジション、アチューメントがあるでしょう。そんな時に、今私たちがあなたに伝えること、伝えたことを思い出してください。トランプ大統領の一言で株価が上昇した。それは私は分かりません。株のお話とかニュースもテレビも一切見ないので分かりません。雅子さんはどうですか？私もその一言がちょっと、どの一言のことだか分かんないですけど、でもこれもね、プロセスだから、本当に。プロセスなので、みんなこうやって支え合っています。本当に支え合っています。辛い時、苦しい時は必ず助け、ヘルプ、サポート、愛のサポート、愛のヘルピングハンドを堂々と求めてください。ハートを開いて、ちゃんとあなたのことを理解してくれて、心からあなたを思ってくれて、心配してくれて、手を差し伸べてくれる仲間たちが本当に実際に存在しています。そしてこれから私たちはハートベースの人類に今なっていっている最中なので、ハートベースの人類というのは、自分のこと、自分だけが良ければいいという時代はもう存在、私たちはそこから抜け出ました。これからは隣人、あなたの苦しみ、あなたの辛いことは私の苦しみであり、あなたの喜び、あなたの幸せ、あなたの笑顔を見ていることは私にとっても同じように笑顔にしてくれることであり、私に喜びを与えてくれるという、そういうハートベースの生き方とはそういうことです。だから偽りではなく、社交辞令や本当に口だけ、言葉だけというのではなく、ハートとハートでつながっているので、ちゃんとあなたのことを家族のように、我が子のように、恋人のように、配偶者のように思ってくれる人、理解してくれる人がこれから続々と現れてきますよ。だからこそあなたも同じようにハートを開いてください。無防備になってください。無防備になっていいのです。ハートを開いていなければ相手のハートとつながることもできないし、ハートを開いていなければ、開くことができなければ、あなたの本当の、あなたが何を今悩んでいるか、何と立ち向かっているか、何を今どのようなことと今取り組んでいるかを分からないので、分かっても、なかなか分からないので、ハートを開いて素直になって、そしてちゃんと同じ仲間、理解してくれる仲間がいるということをあなたが信じていかなければいけません。そして同じように
一緒にハートを開いて、だから隣で泣いているものがいたら、苦しんでいるものがいたら、その人の涙を拭ってあげるというサポーターとしてもちゃんと存在を続けていただきたいなと思います。今私たちが先月にもそうでしたが、クリスマス、愛のみんなが優しくなれる、みんなが慈悲の心を持って感謝の気持ちを交換し合う、ギフトを交換し合う、今までを振り返って一緒に私たちは互いに互いの存在を感謝できるような優しい気持ちにもなれたと思います。クリスマスシーズン、大晦日のシーズン、お正月のシーズン、みんなが集って一緒になって、でも同時にたくさんの悲しみや孤独感、辛いことがやっぱり同時にあったと思います。そのように悲しみや孤独、挑戦の中に生きてきたという先月や11月、去年があったかもしれません。でも多くのあなたの孤独感や悲しみはあなただけのものではなく、周りの人類の地球上で流された涙、地球上でたくさんの人々が同じように壁を隔てて孤独で泣いていた涙、たくさんの人々が傷ついてきた、たくさんの人々が理解してもらえない、そしてたくさんの人々が子供の時から大人になってからも迫害されたり虐待されたりしてきた今までの私たちの地球上での生活が あったために、集合のレベルでその悲しみをあなたは感じていたかもしれないのです。だからこそそれが今リリースされていて浄化されているから、浄化されていてリリースされなければいけない、癒されなければいけないことは、私たちはもう一度感じなければいけないと、私は前回のビデオかクラスか何かでお話ししたかと思いますが、だからこそ今悲しみの中、孤独感の中、苦しみの中にまだある仲間たちがいると思いますが、それはあなただけの苦しみ、孤独感、悲しみではないということをちゃんと理解して、一緒にみんな一緒にそのエネルギーを受け取って、そしてリリースしている、癒されているということを信頼していってください。今年2019年はずっとずっと身軽に楽になっていくと思います。あさこさん、何かありますか？これぜひ目をつぶってケーニルさんの今の本当にこう下ろされてきた聖なる言葉を受け取ってください。私ももう自然にまぶたが重たくなって目を閉じてしまったんですけれども、魂に響く言霊でしたので、これもまた動画で発信すると思いますので、ぜひ何度もこの言葉を受け止めて魂のレベルで感じてください。それだけでもあなたがこの宇宙の素晴らしい一員で、あなたが必要な存在である、愛の存在、光の存在であるということを思い出す大切な時となると思います。本当にそうだと思います。今年は目覚める、本当に目覚める人々が増えていきます。目覚める、目覚めるとはどういうことでしょうか。私たちはアセンションのことを知っているから、スピリチュアルなことにずっと興味があったから、私たちはチャネリングができるから、大天使としっかりとつながっているから、私の過去性は
アセンデッドマスターの一人であったから、だから目覚めているのでしょうか。違います。チャネリングをしていても、サイキック能力があっても、サードアイが開いていても、アセンションのことを知っていても、アセンションのことを何年も語り続けてきても、ボランティアワークをしてきても、タロットカードリーディングをしてきても、レイキヒーリングをしてきても、 ETR のヒーラーとして ETR を行い始めても、それが覚醒しているということにはなりません。本当の覚醒とは、自分が、あなたが誰であるか、あなたがどれだけ大きな存在であるか、どれだけ崇高で偉大でパワフルな存在であるか、それをあなたが本当に知ることです。それが本当の意味での目覚めです。それが本当の意味でのエンライトメント、悟りです。そして本当のあなたとはどれだけ偉大であるか、どれだけ尊い存在であるか、パワフルであるか、そうなるためには、これからあなたは、あなたが神と思っていた存在、自分よりも優れていたと思っていた存在、大天使たち、イエス様、クリシュナ、ブッダ、どんなアセンデッドマスターでもいいです。宇宙連合の仲間たち、皆様、プレアディス、アンドロメダ、シリウス、アルクトラス、高い高い次元の、何億年も私たちよりも進化している存在たち、私たちが今まで空を見上げて、どうして私を助けてくれないの、どうして私を迎えに来てくれないの、どうして私の祈りを聞いてくれないの、と何度何度も何度も空を見上げて、ひざまずいて、手を合わせて哀願してきた、祈ってきた、その存在たち、その存在たちとあなたが実は一つであった、一人であった、同じものであったとあなたが知ることです。知るときがあなたの本当のエンライトメント、悟り、悟りの時です。そしてその日はそんなに遠くなく、待って、あなたを待っているのです。すぐに背中合わせのように、そのタイムラインはちゃんともう用意されているのです。ハイヤーセルフとの統合というお話を聞いたことがあると思います。それをハイヤーセルフの統合と言ってもいいと思います。どんな言い方をしても、あなたが心地よいと感じる言い方を、受け取り方をしてもいいと思います。ツインフレームとの統合、再会、ディバインフェミニン、ディバインマスキュリンの統合、一つになるということです。それがワンネスです。そしてその日をあなたは確実に必ず迎えるでしょう。一人一人が
自分でそのタイミングは違っていると思います。一人一人が自分の内側に入っていって、もう最高のあなたの人生で、最高のあなたではないもの、最高の存在のあり方、最高のあなたの人生ではないもの、それらをすべてあなたが一つ一つ解き放っていかなければいけません。そしてあなたのハイヤーセルフ、あなたの今までお願いして祈ってきた存在たち、あなたと同じあなたの一部である、それらの存在たちが今それを手伝ってくれているのです。一人でワークする必要はないのです。一人で滝に打たれて苦しい、辛い、長い長い長い、探求をもう続ける必要はないのです。精進という言葉がありました。もう長い長い辛い精進をする必要はないのです。あなたにしなければいけないことは、ただハートを開いて、そしてそのままの状態で無防備になって、あなた自身を信頼してください。あなた自身を信頼するということは神を信頼するということ、宇宙を信頼するということ、あなたが慕ってきたあなたのガイドスピリット、アセンデッドマスターたち、神様を信頼するということなのです。そして個人のレベルで一人また一人とこれから目覚めていきます。それと同時に集合のレベルで私たち人類は目覚めているのです。目覚めていくのです。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に雅子さん、みんなで2019年、夢を託した黙想をしてもいいですか？はい、お願いします。目を閉じてください。ゆっくりと呼吸をしましょう。呼吸は私たちを生かしてくれている。呼吸自体が生命を持っているのです。呼吸は私たちをどんなディメンションにもつなげてくれます。どのタイムラインにもつなげてくれるのです。呼吸はあなたと神をつなげてくれます。あなたがつながりたいと思っているどんなソウルのある存在たちとも
つながることができるのです。呼吸をするその息と一緒に、あなたのずっとずっと長い間ハートに託してきた夢を吸い込んでください。吐く息とともに、あなたが今まで無理だった、ダメだった、無理に違いないなどと思ってきたその疑いの心、それを吐く呼吸とともに、そのエネルギーを体からすべて解き放ってください。吐き出してください。吸い込む息と一緒に、あなたの夢を宇宙から光と一緒に吸い込んでください。あなたに必要なヒーリングの光でもいいです。あなたに必要な愛の光、あなたを愛でいっぱいに満たしてくれる、あなたのハートを愛で震わしてくれる愛の光でもいいです。あなたが叶えたかった夢でもいいです。それを宇宙から吸い込む息とともに、今ゆっくりと吸い込んでください。吸い込んだその愛の光、ヒーリングの光、あなたのドリーム、夢の光、それがエネルギーとなって全身に今行き渡っています。あなたの全身に、細胞も血液から、血管からすべて、その光はあなたの全身を満たしています。そしてあなたの吐く息、吐く息と一緒に、もうあなたには必要のない古い古い諦めの絶望の悲しみの苦しみのエネルギーを宇宙に、神の源に返してください。マザーアースにずっと吸い込んでもらってください。マザーアースは大丈夫です。マザーアースはあなたの悲しみのエネルギー、どんな負のエネルギーもぐんぐんと吸い込んでも、それを光に、愛の光に、ヒーリングの光に変えてくれるのです。遠慮しないで、必要のない今までの古い古い全ての悲しい記憶、痛み、苦しみ、悲しみの涙、諦め、全てのあなたにはもう必要のないものを吐く息と一緒に、宇宙に、マザーアースに
戻してください。あなたは今本当に生まれ変わっていますよ。あなたには新しい宇宙からの、今まであなたがアクセスできないと感じていたディメンションから、タイムラインから、あなたは新しいエネルギーを今受け取っている真っ最中です。受け取っているのです。生まれ変わっているのです。何かを今感じている方がこのメッセージを聞いてくださっていると思います。たくさんいると思います。一人ではありません。体で、ハートで、皮膚で、両足で、頭のあたりでエネルギーを感じられている仲間たちがたくさんいます。たくさんの光の輪が今たくさんの仲間たちの頭上で見えます。渦を巻いて大きな光の輪がもっともっとぐんぐんとあなたの頭上で大きくなっていっています。黒い煙、灰色の煙、黒い雲はその光の渦で散らばって拡散されて消えて、あなたの頭上から消えています。消えていっています。そのビジョンが今見えます。今ここでたくさんのエネルギーが集まっています。たくさんのエネルギーです。たくさんの存在たちが、光の存在たちが今来てくれています。一緒にここに、あなたのところに今いてくれます。それを感じられる方がいるはずです。今ここで一緒に2019年、あなたが一番、二つです。一つは、一番望んでいること、一番具現化したいこと。この夢を叶えたい。これが欲しい。このように自分を変えたい。このように生活を変えたい。このような状態にしたい。何かどんなことでもいいから、今年2019年、今年マニフェストしたい、叶えたいと思うことを今ユニバースに届けてください。ユニバースに届けてください。今思い描いてください。ビジュアライゼーション、今ビジョンに思い描いてください。一つです。とりあえずこの今のプレイやメディテーションでは一つと言っています。一つです。たくさんではない、一つにフォーカスしてください。どんなことでもいいです。マテリアルなこと、物質なこと、心を変えたい。何かスキルを身につけたい。愛を見つけたい。友を見つけたい。仕事を新しくしたい。どんなことでもいいです。でも今、一つです。一つだと言っています。あなたがそれを今、受け取っているビジョンです。受け取っていもう喜んでいる。喜びの涙を流している。愛する人と抱きしめ合って、今見えました。今一人の方かわからないけど、喜んでお墓でお母さんかわからないけれども、愛する家族、愛する家族のメンバー、愛する人に喜んで、受かったよ、叶ったよ、現実になったよ、ありがとうって言っているビジョンが見えました、今。
そしてその願い、あなたが今それを手にした、それを経験した、経験している、叶えられた、その感情、その喜び、その感動を今委ねてください。ユニバースに、ギャラクシーに、あなたのハイヤーセルフに、神様に委ねてください。光に戻して、光になって、今あなたの願いが届きました。そしてもう一つ、そして今年、あなたが最も自分でリリースしたいこと、変えたいこと、直したいこと、もういらない自分の性格、どこか自分の癖でもいい、習慣でもいい、自分今ちょっとあんまり嫌だったな、変えたいな、直したいなと思った、特質なんか、あなたの特徴でもいい、性格的なものでもいい、リリースしたいもの、変えたいもの、直したいことを今ビジョンに浮かべてください。そしてそのリリースしたいもの、直したいもの、変えたいもの、それをちっちゃくちっちゃくちっちゃく、その映像でもいいです、紙に書いた自分の場面を思い浮かべてもいいです。そしたらその何かをリリースしたいことを紙に書いたら、またはそのビジョンを紙にして、スクリーンのような紙にして、それをちっちゃくちっちゃくちっちゃくボール状にしてください。そして今あなたの目の前に、頭上に小さなブラックホールができました。ポータルです。ブラックホールのようなポータルができました。作ってくれたのです、ガイドスピリットたちが、ハイヤーセルフが、ユニバースが作ってくれました。一人一人の今目の前にブラックホールのポータルがあります。このちっちゃくちっちゃく丸めた紙をブラックホールに投げ込んでください。放り込んでください。放り投げてください。シュッと、あなたが投げた、ちっちゃく丸めた、あなたがリリースしたかったこと、それブラックホールが受け取って、シュッと受け取った途端に、ブラックホールのそのポータルはキュッと閉じてしまいました。閉じられました。もうあなたのタイムラインにはありません。そしてじゃあ代わりに、それがなくなった、それがリリースされた、それが修正された、変わった、解き放った後のあなた、そうではない180度変わった状態のあなたを今ちゃんとビジュアライゼーション、ビジョンで思い、浮かべてください。夢を叶えて、具現化させて、必要ではなかったものを完全に違うポータルを通して、違う次元に解き放ったあなた、生まれ変わったあなた、そのあなたで、これから今年一年、一歩一歩、小さな一歩でもいいので、ちゃんと一人一人のペースで、あなたのペースでいいので、その状態で胸を張って、ちゃんと前を向いて、あなたは神と一つ、アセンデッドマスターと一つ、ギャラクティックファミリーと一つ、ハイヤーセルフと一緒になって、ハイヤーセルフの意識でこれから今年歩んで、一日一日を歩んで
行きましょう。それが可能なのです。可能になっていきます。大きな覚醒がこれから起こっていくでしょう。あなたのハイヤーセルフ、あなた自身にもしよければアセンデッドマスター、大天使イエス様、クリシュナブッダ様、誰でもいい、あなた自身も含めて感謝の気持ちを述べましょう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。準備ができたら目を開けましょう。大掃除。まさかさん。いますか？うん。なんか今全身がポカポカしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に。あの、とても輝く光の柱が立ちましたね。うん、誰かが本当にね、きっと今年、誰かが必ずね、見えたの、ビジョンが見えたんだけど、お母さんだと思う。お母さんのお墓だと思う。うん。喜んで報告している姿です。喜びの涙です。お母さんに報告している。お墓に行く必要なんてないんです、でも。お墓に行かなくてもいいんだけども、それもやっぱり儀式として、一つのリチュアルとして、お墓に行くっていうことで、私たちは、体を抜け出た仲間たち、ファミリーたち、愛する者たち、ご先祖様でもみんなそうだけれども、お墓に行くという行為で彼らは私たちの愛をちゃんと、私たちをそれを行為として、三次元の行為として見せるけど、本当はお墓に行く必要なんてないんですけど、でもその姿が見えた。喜びの涙で報告にしている方がいた、いました。ね、そういう方がいらっしゃったら、ぜひシェアしてください。シェアしてください。うん、これから。地球が光り輝いているビジョンが見えます。大掃除しながら見ています。大掃除か。すごいですね。こんにちは。ジジさん、こんにちは。そっか、まさこさん、何かありますか、今年の、今年。こういう動画をね、出させていただけたことも感謝ですし、動画を通じて、ライブを通じて、またワークショップを通じて、ウェブナーを通じて、皆様とご縁ができたことが、本当に嬉しい、感謝の気持ちでいっぱいです。2019年も一緒に、光のファミリーとして、宇宙の仲間として、地球のアセンション、そして私たち人類のアセンションに向けて、残された時間を大切に、今この瞬間を大切に生きていきたいと思います。瞬間、そうですね。本当に大切に大切に生きていって、後でどれだけ尊い美しい経験だったかっていうのが本当に分かると思う。分かると思う。そうですね。今はね、辛いこととかがあるかもしれないけど、うん、後から見たら、ハイヤーセルフの目で見たら、今でね、私たちが四苦八苦して、一生懸命こうやってもがいてもがいて、見えない、わからない、どうしよう、どっちに行っていいんだろうって言って、いろんなことをやって、比べて、誰かと比べてしまったり、劣等感を感じ、ね、比べてしまって劣等感を感じたり、焦りを感じたり、自分に価値がないといったような、そのような、ね、感情で迷ってしまっている、苦しんでしまっているような時もあるかもしれないけど、ハイヤーセルフから見たら、それも全て尊い、美しい経験であり、人間としてこの三次元の地上に降りてきて、こうやって成長するために、
自分本当の自分をまた発見する、また自分で自分を見つけるためのこのゲーム、うん、ゲームって言って嫌がる方たちもいるかもしれないけれども、そのように私たちは繰り返してきたけれども、うん、それは素晴らしいことであり、美しいことであり、尊いことだから、私たちはそれをやります、自分を忘れてまた挑戦します、またやり直しますと言って、こうやって冒険を続けてきたのです。そうですね、うん、本当にそうだと思います。今あのお母さんのハートに来ました。それ私ですって、うん、ゆうこさん、ゆうこさんがおっしゃってますよ、うん、うん、そうでしたか、ありがとうございます。うん、あとひろこさん、きびのひろこさん、今度はぜひこういう形で音楽で皆さんとセッションしませんか。そうですね、こういう形で、嬉しいね、いいですね、嬉しいと思う、それライブ、ね、ライブ、ね、素晴らしいと思います、うん、ね、本当にこうやって離れている、何千マイルも離れているように感じるけれども、こんなマイルや キロメーター、この距離もイリュージョンだから、本当にイリュージョンだから、距離って距離なんてもう飛行機なんて必要なくなる時が来るんだからね、本当に。そうですね、もう飛べますからね、うん、意識でね、意識で飛べるし、一瞬にこうやってつながることができる、テレパシーで一瞬にしてコミュニケーションを取ることができる、たくさんもうテレパシーはたくさん私たちやお互いにしているんですよね、しているから変なことをずっと突然考えたり、ネガティブもポジティブも全てそう、変な思考がここにやってきたら、誰かの意識にアクセスしているかもしれないから、変なこと考えたりするんです、本当に、うん、テレパシーだから、これから考えることも気をつけていきましょう。変なこと考えてたら、誰かがあなたの意識にアクセスして、あなたが考えていることが分かってしまう。ここらよく漫画であったけど、こうやって何かエッチなことを考えていたり、食べ物のことを考えていたり、で言ってることは全然違ったりしても、ちゃんとここの漫画にあったような、ここの映像が見えるんですよ。だからこれからは、隠し事はゼロです。これ前も何度か言ったことあるけど、隠し事のないもう世界に入りました入りました。ヒロさん、ドラえもんの世界ですね。そうですね、本当にそう、ドラえもんとか鉄腕アトムとかすごいですよね、昔のそういう漫画アニメ、たくさんそういうふうに鉄腕アトムの時代とか、手塚治虫さん、ドラえもんの時代とか、そういうことをなんか架空の世界をこうやって作ってきたけど、たくさんの事実なんですよね。あれみんなチャネリングして作ってたと思います。アクセスして。そうですよね。うん、先ほどあのミーティングをしてたんですけど、秀幸さんもおっしゃってましたよね。何でしたっけ、あの、ちゃんと見に行った映画でパラレルワールドが出てた。バットマン。バットマンでしたっけ。バットマンです。パラレル、そう、こういう時代になったんですねって、僕も驚きましたって言って、秀幸さんが言ってましたよね。あのエンターテインメントの世界は本当にね、こう先々に一歩二歩先に行ってるので、実際に起きる予兆ですよね。そうですよね。あと映画もたくさん、そうですね、ハリウッド映画とかでも何気に、ま、映画のマトリックスを見ましょうって、私この前動画で何回か言ったことありますが、マトリックスとかだけじゃなくて、アセンションを語った映画とか意外とたくさんあったりして、そういうところでちゃんとアクセスして作ってるんですよ。フィルムメーカーとかも、監督とか、チャネリングして映画作られていて。でもマトリックスは本当にあれ、見ていなかったらマトリックスの映画をぜひ見るようにしてください。マトリックスはかなり地球の今の状態の事実を語っていると思います。そうですね。また最後にいい瞑想をしていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にまたセットしました。ありがとうございます。ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。はい、また2019年皆さんと一緒に楽しい時間を過ごさせていただきたいと思います。本当にハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤーで明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。はい、ハッピーニューイヤー。みんなにとって今年は今までよりもずっとずっと素晴らしい、そう、経験がたくさんできる年になりますように、うん、はい。あなたが創造主です。すべて無限の世界に存在しています。宇宙のサポートが最高最善の形であなたに届いています。ぜひ受け取ってください。受け取ってください。ハートを開くだけです。ハートを開くだけです。受け取ってください。